はい、ナマスカラ。このビデオは第2週の第3本目のビデオになります。はい、このビデオでは、第2週は学習管理システムと教授法ですね。で、この3本目のビデオでは、Google Classroom を教師として利用する、こういう、トピックでお話をさせていただきます。はい、教師としてのこの Google Classroom の使い方は、まず最初にこの Google Classroom を作る。そして課題を出す。そして採点する。まあ大体この3つぐらいになると思います。はい。じゃあまず最初にですね、Google Classroom にアクセスしてみてください。で、これをclassroom.google.com。これを、Chrome のアドレスバーに書いてもいいですが、こちらの QR コードをスキャンしてもいいです。はい。で、この前のビデオでは学生として使うときはこの Join Class に入ってましたね。まず最初にこのプラス、このプラスのボタンを押します。だけど先生として、Google Classroom を作るときはこのプラスの後に、Create Class、こちらの方ですね。これを、クリックします。はい、そうするとですね、こういうふうにちょっと質問されますので、このお知らせ読みましたよっていうところにチェック入れて、そしてこのコンティニューですね。このコンティニューを押します。はい。で、課題を出すときはですね、この上のクラスルーム、クラスワークですね。クラスワーク。これをカチッとクリックします。はい。そしてこのクリエイトを、クリックしますね。で、いくつか種類があるんですけど、最初のうちはこのアサインメントだけ使っていればいいと思います。はい。でですね、課題の出し方、詳しいことは、このビデオを見てもらえればわかると思います。ちょっと見てみようか。はい。これリンクは bit.ly/38ry1ge ですね。あるいはこの、QR コードを読んでいても、わかると思います。だいたい10分ぐらいあるビデオですね。はい。まず最初にやってみてもいいです。で、やってみてわからなかったら、この、ビデオを見てください。じゃあですね、それを、はい、じゃあそれをですね、どうやって採点するか。それについてもですね、もうとってもいいビデオが YouTube にありますので、こちらを見てもらえればいいと思います。bit.ly/3erdvq4 ですね。QR コードを読んでもらっても構いません。はい。こちらは15分ぐらいあります。はい。なので、私のこのビデオは短いですけど、もっと知りたい人は、さっきの10分、それからこの15分のビデオも、見ておくといいと思います。そうすると、30分ぐらい近くなってしまいますけどね。はい。はい。では、次のビデオでは、みんなの日本語が、ベースにしているオーディオリンガルという考え方について、説明してみたいと思います。はい。それではこのビデオはここまでになります。フィルミネンゲー。